瀬戸康史の動画。はい、これから渡辺さんのワークショップ、出番です出番の出るタイミング取ります。出る瞬間取ります。よしよし、あ、もう呼ばれたよ。はい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 、はい、こんな感じです。あ、瀬戸でございます。どうも。はい、こんな感じです。はい、あれ、渡辺くんどうぞ。はい、つうか俺の会じゃないんだ、渡辺くんのワークショップだからね、今日は。でございます。これでもうクリスマスの安心ですね。一曲クリスマス安心ですね。いけますか、これで乗り切りますか。乗り切ります。余裕でございます。音をはっきりと出したいっていう方は結構爪を伸ばしてる方がいらっしゃる。爪伸びてますよね。僕親指が爪伸びてるんですけど、これなんでかっていうと、双方でこうガーッとアップがある。爪が伸びないんで。そうなんです。なのでこの爪があることによってダウンアップが早い、こう、どうなってるか分からなかったんですけど、上をこう、これを使ったの。そうなんですよ、アップとダウンをピックみたいな使い方をすると。そうなんですよね。爪を切って、指を削りました。え、指の肉を削りました。え、どういうこと。超怖いことを言いますけど、ニッパーで切って、ヤスリで擦りました。え、どこの部分。え、親指。いや、全部、人差し指の中指で薬指って。でも今もう感知して、爪というか指の肉を硬くするために、かかととか全部硬いじゃないですか。 あれはもう擦り減っちゃって硬い。自分もそうするために。そうです、そうです、そうですそうですそうです。そうです。この指を削ったんです。指の、はい、先を切ったりとか削ったりとかすることによって硬してもらって。ちょっと硬い。あ、硬い。そうなんです。改造人間だ。改造人間だ。行きましょう。以上となります。本日はありがとうございました。はい、今から出番です。もう4時過ぎてます。大地くんです。はい、行くぜ。どうなるか分かんない。人がめっちゃ来てるらしいです。人がめっちゃ来て、お、なんかアイドルみたいな、なんか可愛らしい子たちがいます、ね、こんにちは。なんかカラフルな子たちが一緒にちょっとんちゃーって書いて乗っちゃいたかったけど。さあ行くぞ。じゃあ瀬戸康史さんと渡辺大地さんをお迎えします。やってみましょう。切り替えが。
どうした皆さん。僕もね、ライブ行ったんだけど、ここまで近くで見てなかったから、いや、ウクレレってここびっくりしたよね。こんななんだっていう。で、できるんだよね、ここまで。だから皆さんもだからウクレレを持ってれば、別にね、練習すればここまで行くわけですよ。ね。いろんな木で作ると、いろんな音色がするんですね。木材オタクって自分で言ってました。木材オタクなんですよ、このおさん。で、人間も、人間ってこう、いろんな人いるじゃないですか。で、一人一人性格が違って、一人一人声も違えば表情も違って、それと同じでね、木もね、みんな違うんですよ。おもっと言えば、同じ一種類の木の中でも、やっぱり場所場所で音が違ったりとかするので、まあ、BGM ないですよね。はい、あの後ろの窓また見えるし、瀬戸さんが欲しい、ああこれ、ああ分かった、僕が
僕がウクレレピクニックに行った時の理由ですよね。うわー、これはね、何ですかこれは。ハワイアンコアの木で作ったカッティングボールですね。カッティングボール、まな板です。あのコアの木を使ったまな板なんですよ、これ。あの僕のウクレレピクニックになんで横浜までね、遠いところに行ったんだというと、これを高橋さんが急にツイッターで、そのコアの木で作ったまな板がないですよね、ここ。ないですね。で、ウクレレに使う材料をまな板に使うんだよ。こんなのありだよ。これを出すって言ったから、買いに行こうって言って行ったら、もうだからない。売り切れちゃった、一瞬。8つぐらいしかなかったんですよ。そうです。午前中で売り切れちゃった。うわー、これなんでこんなことするんですか。これはウクレレには使えない。あ、そう、ちょっと節があったりとか、あ、そういうので。でも、ちょっとこういうね、こういうのがあったりする木をまな板用に作ってる。はい、あの皆さんにちょっと僕からもプレゼントを、ね、まあ、事前に告知してあるブンバラさんピックっていうのを僕この後お一人一人にちょっと手渡してお渡しさせていただきます。それと、昨日の夜も急に作ったんだけど、ちょっとしたもんだよ。ちょっとしたもの、三つ崎 TV ラップのバージョンの譜面を作った。ちょっと日曜日はあれですけど、ただいま6時半、イベント終わってね、今握手会も終わって楽屋です。渡辺くんです。ありがとう、ありがとう。いや、盛り上がりましたね。超楽しかったです。いや、どうだった、実際あの数のお客さんを。圧倒されちゃいましたね、やっぱり。圧倒された。あれだけの数いらっしゃると。ウクレレも弾いたけど、どうだったの。あ、でもやっぱりなんか盛り上がってくれるんで楽しく弾けますよね。あー、なるほど、はい。いや、またなんかね、もうウクレレをちょっとね、これからなんかプロだから、僕もウクレレやってるから、これで今後もなんか絡めたらいい、ね、ぜひぜひ盛り上げていきましょう。いいよね、ウクレレ業界を盛り上げて。そうだね、みんなもこれで見てね、まあイベント来れなかった方もたくさんいると思うんだけど、またなんかイベントあるときは挑戦してみてください。よろしくお願いします、ね。で、渡辺くんがYouTube チャンネルやってるってみんな知ってるから。密かにやってる。あのイベント中に言うの忘れちゃってあの YouTuber なんですよ、実はこの人。実を言うとなんか結構ね、しかも喋れるんだよね。いやいや、そんなことないんです。楽しそうにやってんの。楽しいです。何をやってるんですか、具体的に。具体的には週1回の、はい、あの曲をリクエストして、で、あの弾くっていう、カバー曲とか、カバー曲をするっていうのと、はい、たまにこういった機会があると、あのこういうイベントがありましたよっていうのをアップしてます。あと、あのいろんな YouTuber さんとのコラボとかも最近試みてます、うん。なるほど、はい。で、劇団スカッシュのブルーもこの人見に行きました。普通に見に行ってます。ただのファンなんですよ。そう、そんぐらいファンで、しかも自分もやっててっていう人なんだね。そうなんです。あの、よかったら下にリンク貼っとくんで見てみてください。ありがとうございます。ということで、皆さんイベント来てくれた方ありがとうございました。ありがとうっす。じゃあの、じゃあの、ありがとう。そこ入れるんですか。せーの、ドソソラソイチブレット